今日これまでに入った広島のニュースです。県内に発令されていたインフルエンザ警報が解除されました。今シーズンのインフルエンザは異例の速さで流行し、県は去年11月、4年ぶりに警報を発令、基準を下回ったことから今日解除しました。およそ5ヶ月間の発令期間は過去10年で最も長いということです。今シーズンの感染者は15歳未満が全体の8割を占めました。